俺のグローブシミュレーションコンテスト、それをお披露目していこうかなと思います。スラガンにしてはかなりいい感じに仕上がっていると思います。はい、どうもクレイジーピーです。本日の動画はグローブ紹介していきます。っていうのもですね、皆さんもね楽しんでいただいたある企画のグローブになります。では早速始めていきましょう。せーの、お願いします。はい、以前覚えてますかね、俺のグローブシミュレーションコンテスト、300何件の中から僕が10個ぐらい選んで、あと投票してもらってっていう感じですね。で、安いもんばっか選んでるとかいうねコメントもいっぱいありましたけど、悲しい思いしたんはあるんですけど、まあ全体的にはねちょっと盛り上がったんかなと思う企画だったので、まあ、その皆さんがですね選んでくれたグローブの方がですね出来上がりました。で、それをお披露目していこうかなと思います。そのグローブがですねこちら、有名な阪神タイガースカラーでですねやりたいということで、ベースボールの刺繍と、こちらまあ個人名になりますので、こちら個人名が入っております。黄色にね白ツートンカラーで仕上げられているグローブになりますね。かなり統一感のあるねグローブになっております。で、これサイズがですね L7 の希望だったので L7 で作らせていただいております。ただ僕が持ってる L7 より若干ちっちゃく感じるのは多分ウェブのせいだとは思うんですけれども、クロスウェブにすることによってそんな大きさを感じない。んでこれユッキー片付けが施されているものになります。奥でしっかり取って掴みたいっていうことなので、こういった形で作らせていただいております。これもね、僕すっごい皮がしっとりして、スラッガーにしてはね、かなりいい感じで仕上がってきてると思います。特徴としては、これね、紫で入ってるステッチっていうのもかなりおしゃれになってきたなと。そうですね、あとは、紐を緩めた分締めてもらったりとか、加工の方をさせていただいておりますし、締め具合もね、結構綺麗に締まっております。スラッガーにしてはかなりいい感じに仕上がってると思います。ね、ウェブのこの飾り紐もかなり可愛い飾り紐ができてますし、意外と僕好みのグローブが出来上がったかなっていう印象はあります。最初ね、このグローブを見た時に、僕の趣味ではなかったんですよ、正直。どんな色になるんやろとか、もうちょっとあまり想像がついてなくて。で、いざできましたよーっていうことで、見に行くと、まあ、かなりね、色のバランスが良くて、この黄色が思ったより落ち着いてる黄色になってましたので、これはこれでありかなと思わせてくれる、一つ勉強になったね、グローブでもあります。レースもね、スラッガーにしてはちょっともちもちの結構いいレースを使われてると思いますし、で、湯もみで加工してますので、ある程度柔らかさは出てますし、キャッチボールとかからはすぐ使えると思います。もちろんグラブケースと、ま、箱の方をつけて送らせていただくんですけれども、これもいいですよね。指当てがついてるのもいいですし、玉紙がね、ゴールドとかになってるんですよね。正面から出していただくと、ま、刺繍の方はモザイクの方が入ると思いますが、型をつけさせていただいて、で、開閉するとこういう感じですね。が、奥で掴めるような感じ。やっぱでもこれだけ L7 で大きいと安心感ありますね。オールラフみたいな表記になっているので、かなり使えるグローブなんじゃないかなと思います。で、今後もね、いろいろ企画とか考えていきます。で、今年ね、まだ何も、企画、大型企画っていうのはしてませんので、まあそういったものをね、発動していったりとか、いろいろしていきたいんですが、まだまだね、コラボ動画っていうのをね、出していきますし、今後はいろんな店舗さんへの取材だとか、いろんな方への取材関係もね、増えてくると思います。ぜひですね、今後もクレイジーピーのライフ TV、ご視聴いただければ幸いでございます。本日の動画は、グローブの紹介動画になりました。以上になります。インスタグラム、ツイッター、TikTok やってます。フォローの方もよろしくね。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。おっせんよ。